こちらのステージではただいまからモデューロトークショーを行っていきますが、こちらの進行はですね、モデューロ公式 MC の矢田部明子さんにお願いしたいんですが、今年から MC に挑戦ということで、ぜひですね MC として成長していく姿にも応援をいただきたいと思います。あ、呼ぼうと思ったらもういた。はい、ではここからよろしくお願いします。今耳打ちで最近痩せてちょっと可愛くなった矢田部ですという紹介がね必要だということでいただきましたよ。あんまりいけなかった。はい、じゃあ頑張ってください。よろしくお願いします。さあ今日はモデルステージにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆さんスーパー GT 熱いですけれども楽しんでますか？もう一回言っとこうかな。なんか朝一だからもうちょっと大きい拍手。皆さんスーパー GT 楽しんでますか？ありがとうございます。ただいまからですねこのステージではモデューロの魅力をたくさんの方に知っていただくべくモデューロトークショーを行います。それでは早速素敵なゲストをお呼びしましょう。 ARTA の帽子かぶってらっしゃる方いますね。モデューロ開発アドバイザー土屋圭一さんです。大きな拍手でお迎えください。皆さんも暑い中集まっていただいたんですけれども、なんとですね先月20日に行われた富山の体感試乗会でモデューロの富山県に足を運んでくださった方もいらっしゃいます。乗ったね乗ったね、モデューロ X 乗ったね。もう良かったっていうことだったんですけれども、その試乗会でですね富山のおわらサーキットっていうところで S6 で土屋さんが同乗走行したりとか、はい、したんですけれども、もう皆さんね、まあ、モデューロの魅力もすごい伝わったっていうことだったんですけれども、土屋さんに先導していただけるなんてっていう方がたくさんいらっしゃいました。あのですねちなみにモデューロ知ってるよっていう方今どれぐらいいらっしゃるんですか？ありがたい手が、ね、上がりましたね、はい、ちなみにモデューロ乗ってるよっていう方いらっしゃいますか？乗ってる2人2人ホットバージョンあげて、あ、もうこれもう毎回の流れなんです。あの2人にホットバージョンあげて、はい、DVD、はい、土屋さんの DVD をもうねあの乗ってるよっていう方はね漏れなく土屋さんの DVD がいただきます、はい、そうです。ちょっとねまだ乗ってないよっていう方のためにですね土屋さんが思うモデューロの魅力をまずは皆さんにお願いいたします。まあ、一番あのモデューロと一緒に開発するようになったのが僕の NSX のタイプ R の、簡単すぎて普段乗ってらんないんだっていう、そこから開発が始まってるんで、しなやかなねあの割とこう質感の高い足で候補者と同じタイプが出ればしなやかな方がいいんじゃないですかっていうので10年ぐらい開発してようやく候補者の NSX のタイプ R やっつけるようになってそこからモデューロでやり始めましたね。しなやかな足でもそのベース用の足と同じタイムが出るっていう。でじゃあ普段乗りを大事にしようっていうのがモデューロですね。今回あの20日にですねステップワゴンの試乗会やったんですけれども、はい、ステップワゴンでこう開発するときに何かこう気をつけようと思ったこととかはあるんですか？まあ、ステップだとねやっぱりワンボックスって世界中でやっぱこう引っ張りだこなんで、はい、その辺はもうアウディと BM とベンツのワンボックスに乗ってからステップワゴンの開発に行くっていうのが1年半から2年かけてやりましたね。1年半から2年っていうのがもうありえない長さですよね。開発としては、まあ、開発責任者が変わってますからね、まあ、この会社も変わってますよね、はい、変わってますか、ね、1年半分2年もさ1台の車開発やらせないでしょ普通。そうですよね。普通もすぐに登場っていう感じですよね。そうですね。だから本当にあの なんだろう職人集団ですね。モデューロの開発の人たちってね、なんかその例えば今職人っていう言葉が出ましたけれども、はい、開発の時にこだわったこととかこう苦労したことっていうのはあるんですか？それ一番最初が一番、ね、大変だよね。そのデザイナーもいるしさ
デザイナーがこうエアロ持ってきてかっこいいでしょって言われても、これ誰か買うかみたいなそこから始まりますからやっぱりね、そんな最初からうまくいかないですよ。でサスペンションにしてもワンボックスだと、ステップワゴンの場合はやっぱり僕が開発に携わったのは2列目3列目から乗ってから、はい、まあ2列目3列目が不快じゃないなっていうようになってから運転席に乗りましたからね。そうなんですね。だからやっぱり開発の期間としては1年半とか2年かかっちゃいますよね。ちょっと今聞き逃せないことがあったんですけれども、じゃあ運転席に行くまでずっと後席に運転すぐにしなかったってことなんですか？そうですね、ステップは半年ぐらい運転しませんでしたね。怖い。ずっと2列目3列目ですね。土屋さんがずっと後ろにいるんですよ。で運転しないっていうのはもう地獄絵図ではないけど、かなりピリピリしますよね。まあ、確かにね、ホンダスピリッツっていうのはありますけどね、開発の皆さんには。だけどやっぱり4ドア以上あってワンボックスだと2列目3列目に乗る人がどれだけ快適に移動できるかっていうことの方が重要でしょ。例えばその土屋さんが思う重要さと、例えばこっちのアクセス側が思う重要さって違うと思うんですけれども、なんかこう意見が衝突したりっていうことはあったんですか？そんなのしょっちゅうですよね。どの車種でも衝突はしますよね。ちなみにじゃあステップワゴンはどういう衝突があったんですか？ステップはやっぱこれ安っぽいよねっていう、しなやかでしょっていうから、柔らかいだけでしょっていうところから始まりますからね。実際テスト走行とかされるときはどんなふうなことを意識しながら運転されるんですか？やっぱこうモデュールの開発が嫌がるメルセデスとかアウディとかワンボックスと比較して、やっぱこう彼らは値段が倍以上違うでしょっていうことを先におっしゃれるんですけども、じゃあ諦めるっていう、そこから始まりますからね。めちゃめちゃ怖いですね。いや怖くはないんだけど、もうそこに行こうよっていうね。なるほど。なんかその例えば試乗会を行った時も、もうすごいしなやかで、例えばあんまり運転しない主婦の方が乗られても全くノーマルとモデュール X の違いが分かるっていうようなことをおっしゃってたんですけれども、土屋さんが目指す車作りっていうのはどんなものなのかなと思ってちょっとお伺いしたいです。やっぱりそれはもうさっき冒頭で言ったようにね、最初の僕が NSX のタイプ R に乗っていい車だなって買ったけど、普段乗りしてやっぱこうこれ飯食った後乗れねえよな、硬くてっていう、跳ねてばっかりいるなみたいな、そこから始まってますから、やっぱりモデュールもそこですよね。まず皆さんがやっぱり普段乗りが一番重要だと思うんで、やっぱサーキットなんかそんな毎月毎月走んないでしょ。そういうふうに考えたらやっぱり一緒に乗る人のことを考えないと。でまたワンボックスなんかだと2列目3列目に子供や奥さん乗るでしょう。それが一番ね大事だと思うな。はい、乗る人のためのことを考えて、なんかこう例えばユーザーに寄り添うんじゃなくて、その乗る人のためのことを考えて作られた車っていうことなんですね。そうですね、そこはだからモデュールの開発と、はい、一致してますね。ちなみに今ですね、ステップワゴンのこうテスト走行のこれ、こんなに車揺れることあります？これはね、車内規定で120キロ以上出しちゃいけない路面なの。いや、本当すごいんだよ、うん、すごいところなの。だけどこんなのね、アジアに行ったらいっぱいあるんだよ。こんなジャンプして飛んで、もうタイヤが路面から離れるなんていうところで、やっぱ機内車内規定があるんでね、はいはい、120キロ以上出すと本当に他のメーカーだとひっくり返ったりするから。そうですよ、そういう路面の場所なんですよ。ちなみにこれは120キロぐらい出されてるんですか？まあモデルの開発のドライバーは120以上出しちゃいけないの、はい、それはもうホンダの研究所の中も。土屋さんは？僕は派遣なんで145キロで。おー聞きました。もう危、まあドリフト、ちなみにですね、私どうしても聞きたいことがあるんですけど、ドリフトは一応されるんですか？こういう車はドリフト絶対しちゃダメ。そうですよね。S6 とかはされたんですか？ S6 しますね。やっぱこう S6 はやっぱりね、やっぱパワードバイホンダじゃないけど、はいはいはい、やっぱり乗る人が楽しんでほしい車だなっていうのが S6 だし、はいはい、やっぱこうステップワゴンは家族が乗る車っていう、2列目3列目に乗る人が快適な車を作るっていう、そこは違いますよ。はい、土屋さんが思うこうのドライバーの方にモデューロっていうブランドのハンドルを握って楽しんでいただきたいポイントっていうのは
それはやっぱり家族を連れてきて、はい、後ろに乗せる。パパすごいみたいな。そうそうそう。できればベンツとか BM とかアウディに乗ってる人がいいな。いますか？乗ってください皆さん。でも本当に質感変わらないよ。だからもう我々が開発で言ってるのは、はい、柔らかいのとしなやかなの違うからねっていう、そこにやっぱりそのトップの福田さんもね、はい、若い子たちに教えてますよ。柔らかいのと質感は違うからね。でもあの本当に体感試乗会でも、まあ、こういう風にあの柔らかいとしなやかって違いますよっていうのを言って体感試乗会で乗られたら分かったっていう方が多いんですよね。しなやかっていうのはこういうことなんだなっておっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。そうですね。ちなみになんですけれども、まあ、先ほどあのアジアとかすごいこういう道が跳ねるような道が多いっていうふうにおっしゃってたんですけれども、例えばあのアジアでそのタイであの土屋さんは体感試乗会とかもされてるんですけれども、はい、そのタイの方ってそのモデュールに乗ってみてどういう感触があるとか、日本とはちょっと違うっていうのはあるんですか？タイ人はね、いいのは分かってるんだけど、こう狭いのが好きなの。あ、このエアロだと燃費悪くなるだろうっていう、そういうのが好きなの。だから良さは分かってるんですよ。試乗会に結構来ますからね。試乗会に来ていいなこれって言うんだけど、やっぱね、こうなんかとんでもなくこうダウンホースが出てて、これもうめっちゃトラックの塊だろうみたいな、燃費これリッター10走んないでしょって言うと、リッター6ですねみたいな。だなんかね、そういうのがいいみたいね、見た目が。だやっぱ日本人とはちょっと考え方が違いますよね。だそこは面白い。ちなみにあの私あの去年のタイの試乗会、あの土屋さんと同行させていただいたんですけれども、はい、もうタイの方、土屋さんが本当に好きすぎて、もうトイレの中までついて行かれるんですよ、本当に。ですよね。いましたね、そういうのね。あれって一応見られるんですか？横で覗いてるよね。なんかそれであの私のところに来て見ましたっていう報告をタイのファンの方がしてこられるんですよ。だから国分かーって私も言っといたんですけれども、なんかそのタイでのニーズを意識してこうモデュールを作るっていうことはあるんですか？ありますね。やっぱり開発の時にステップワゴンの特にね、はい、アジアの人たちがオークションでも引っ張っていく人たち多いんですよ。あ、そうなんですか。ワンボックスはやっぱ世界中で人気なんで、そういうところでね、タイでもフィリピンでも、まあ、中国でもそうですけど、花ぼことかこうさっきあったようなギャップなんかは普通にあるんで、そういったところをやっぱり彼ら全開で走っていくんだね。だから彼らがやっぱり全開で走った時に危なくない車を作ろう。だから例えばですね、もともと市販車もすごくできた車だと思うんですけれども、さらにこう車両をバランスの取れている車両をチューニングするっていうことは、なんかこうその時にこうもっとこうしようっていう意見は、土屋さんはなんかこうどういうことを起点に考えられているのかなと思うんですけれども、やっぱ危険っていうのは人それぞれ違いますけど、はい、やっぱりこう普段のフラットな路面でね、全開で走っても全然危険じゃないんで、うん、やっぱりその穴ぼこだとかギャップだとかドキッとする動きをした時にやっぱり皆さん事故るんで、はい、そういうのを想定してテストをしてますよね。だから何かあった時にドキッとしない、あるいは危険な動きをしないっていう、その140キロ以上で危険な動きをしないっていう車をやっぱこうテストでしょっちゅうやってますね。あとはですね、ちょっとツイッターなどで質問が多かったのが、無限とはどうやって差別化を図っているんですかっていうような質問が多かったんですけれども、それはもう全然簡単ですよ、うん、無限はやっぱりね、昔からずっとサーキット専用みたいな、そういう車を作るんで、そのエアロにしてもサスペンションにしても割と固めでハードな感じですよね、ロールさせないような。だからそことはもう全く作り方が違うと思いますよ、うん、我々はそのサーキット専用車両じゃなくて、一般で走った時に皆さんが快適に、あるいはまあ極端な言い方すればそういうサーキット専用の足回りと同じタイムが出る足で、しなやかで質感の高いものっていうものを狙ってるから、はい、狙ってるところはもう全く違いますね。
じゃあの日常使いというか、そういうのはモデルの方が今ちゃんとかけて作っているということなんですね。いや、それは乗り心地は全然いいと思いますよ。まだまだですね、お話を伺いたいところなんですけれども、はい、ちょっとお時間の方が迫ってまいりましたので、あの最後にですね、モデューロ X についての思いや皆さんに伝えたいことを一言お願いいたします。でもモデューロ X についてはもう本当の34号車が表彰台に乗ってくんないと我々がどんなにいい車作ってもね、やっぱりイメージって上がらないんですよ。そうですね、やっぱ現場の人間がこれだけいいものを作ってるのにね、彼らがやっぱこう表彰台に上がってくんないとイメージ上がらないの、ね、だからもうね、今日明日は34を応援する、はいね、はい、うちは67キロも積んでるからあんまり気にしないで。そうですね、そうですね。すいません、すいません、あの皆さんぜひ34号車の応援よろしくお願いします。64号車もね、水準とは、ね、言わないけど軽いからね。そうですね、お願いいたします。どっちも軽いもんね、ボディーロゴンはね。そうですね、だからどっちも表彰台狙ってくれるとありがたいよね。そうですよ、そうすると我々裏方が一生懸命車作ってるのがこうなんかこうイメージもどんどん上がっていくでしょ。はい、道上さんに言うときます。私言っときましょう。頼むよ。はい、わかりました。ということでですね、あのモデューロトークショー楽しんでいただいたんですけれども、ここからはですね、あのモデューロトートバッグのプレゼントと、あと土屋さんの DVD があと1枚残っておりますので、はい、じゃんけん大会を行いたいと思います。はい、トートバッグ何個？トートバッグは5つです。はい、じゃあ DVD が1個でしょ。はい、全部で6個、まだ3枚、あ3枚あるの、あれ DVD は9人、全部で9人、ごさん、はい、わかりました。じゃあちょっと8名の方、はい、じゃんけんをおね、あの生き残ってください。では、はい、土屋さんとじゃんけんしていただきましょう。じゃあ、ね、DVD は子供と女子にしましょう。あ、わかりました、はい、子供と女子。じゃあまずはトートバッグからですね。はい、はい、いきますよ。最初はグー、じゃんけん、はい、グーの方、グー、もう一回いきます、はい、もう一回いきますよ。最初はグー、じゃんけん、はい、パーの方、もう一回だね、もう一回、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、グーの方、グー、どう、1、2、3、4、5、6、はい、じゃあグーの方前の方へお願いいたします。6人3、4、5、7人、はい、もう一回、はい、いきます。最初はグー、じゃんけん、はい、パーの方、OK、はい、じゃあまず2人決定ですね。じゃあ残るあと3人、はい、もう一回じゃんけんしますか、皆さん。いきますよ、はい、全員でしょ。はい、全員です。全員だよね、全員でいきます。最初はグー、じゃんけん、はい、パーの方、あ、グーの方、グー、いきますよ、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、グー、はい、どう、どう、1、2、3、4、5、6人、はい、じゃあ前の方に来てください。もう一回いきます、いきますよ、最初はグー、じゃんけん、ほい、チョキの方、はい、OK、はい、じゃああと1名の方ですかね。あと、あ、じゃあ今負けちゃった人でもう一回じゃんけんしましょう。あ、子供ちゃんがいらっしゃいます、ね、あ、じゃあ子供にあげる、うん、子供ちゃんに、モチュールにあげるよ、じゃあ先生、怖いです、動画回ってます、モチュールにあげる、まあね、でもね、ARTA かね、モデルも大好きだよね、分かった、はい、分かりました、応援してね、はい、で DVD、はい、これ子供と女子だけね、はい、いきますよ、最初はグー、じゃんけん、ほい、グー、グー、もう一回、もう一回だね、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、はい、1、2、3、あ、ちょうどちょうどちょうど、わ、ちょうど3名の方、はい、おめでとうございます、はい、あ、あれ、もう1名、女の子だから